はいこんにちはレトスノーノです2月11日のサンに入る前にアドバイスをさせていただきますモチベーションに関してですねえ勉強やらなくて後悔することはあっても勉強やって後悔することはありませんえ不動産会社っていうのはえ業種別で見ても比較的給与は高い方なんですね また、卓建士の資格を持つことによって、毎月2万円といった資格手当がつく業者もあります。これ、場合によっては、えー、私が知ってる限りでは5万円が最高ですかね。まあ、これは弊社の,、ね、あの個別指導の受講者さんから、えー、合格していった方から聞く話なんですけども、まあ、2万円ぐらいが多いかなといったイメージですねで。勉強することで収入的にもやっぱ上がる場合もやっぱ多いので、それをモチベーションに頑張るっていうのも一つの、えー、手だと思います。ぜひ頑張っていきましょう。 では3問に入ります。相続人は非相続人の死亡後で、遺産分割前でも他の相続人の同意を得なければ、事故の相続分を第三者に譲渡することはできない。○か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。えー、この答えはこれ×ですね。事故の相続分については第三者に譲渡することは可能です。 これぐらいの問題が法試験の普通レベルの問題です理解学習ができているかを確認するためのいい問題だと思いますそもそも問題文の状況が理解できないこの問題を見た時に共有の分野と関連づいていることに気がつかないっていう方は理解学習が実践できていない証拠なので再度勉強の仕方を見直しましょうこの問題自体簡単な問題なんですけれども難しく見えるため解けない方がやっぱ多いんですね 理解学習を行えば難しく見える問題であっても解けるようになってきます。では、この問題の考え方をお伝えします。遺産分割前の相続財産というのは、相続人の共有物なんですね。そして、各相続人はこの共有物について、事故の相続分について持ち分を持ちますで。持ち分っていうのは所有権というふうに考えていただいて大丈夫です。したがって、各相続人は、 自分の持ち分自分の所有権については他の相続人の同意がなくても自分のもんだからそれは自由に使用したり収益したりまた処分することができるということなんですね。でこの問題は共有の分野とつながりがあるんですけども共有物の処分のルールについては自分の持ち分については共有物の一定の割合の所有権だからその処分は自分一人でできるっていうルールがあるんですね。 共有物の全部を売るっていうことはこれは全員の同意が必要ですけども自分の持ち分だけを売るっていうのは自分の所有権だから自分勝手に売ることができるよっていう話なんですよ例えば ABC3 人が持ち分3分の1ずつ建物を共有していると仮定しましょう A は自分の持ち分3分の1を単独で売却することができるということなんですね このルールを使えば、今回の問題も導けます。つまり、あえて本問について覚える必要ってないんですね。このルールを使えば解けるわけだから、あえて新しくルールを追加して覚えるっていう必要はないということなんです。これが理解学習なんですね。理解をしておけば、いろんな問題が解けるようになってくるんですよ。なんで、そのような勉強をぜひ行っていただければと思います。 で個別指導ではこのようなえ勉強をお伝えをしていますので、もしえ今年絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。で、問い2ですね。地主 B が都市計画法の用途地域内の所有地を、駐車場用地2区画、資材置き場1区画、園芸用地3区画に分割した上で、これらを別々に売却する場合、B は宅建業の免許は必要である。丸かツかという問題です。 で、B は免許必要なので、答えは丸なんですけれども、まず、用途地域内の土地っていうのは、原則宅地扱いなんですね。ただ、例外として、まあ、政令で定める公共施設用地、例えば道路とか、まあ、そういったものについては、宅地には該当しません。で、今回の問題の駐車場用地、資材置き場、園芸用地、これらはもうすべて宅地になります。 そして、宅地を別々に売却する場合と書いてありますので、これは取引にも該当するし、業にも該当します。したがって B は宅建業の免許が必要だということになります。で、この問題、すごく基本的な問題なんですけども、基本を抑えることっていうのが理解することなんですね。で、これが合格の第一歩になります。 そのため、この理解の仕方については、個別指導で詳しく解説しています。今回の問題については、その理解の仕方までお伝えをしてないんですね。なぜ免許が必要なのかどうか。こういったところを苦手にしている方って、やっぱり意外と多いんですよ。でも実は簡単なんですね。でその理解の仕方について、個別指導で詳しく解説していますので、個別指導をぜひご検討ください。個別指導については、この動画の下の概要欄の方に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。 で3番ですね。開発許可です。学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為は、開発許可が不要である、丸か×かということですね。答えは×です、まあ。幼稚園とか小学校、中学校、高校、大学、え専修学校、まあ、そういったものの建築を目的とする開発行為は、原則許可が必要なんですね。例外には当たりませんので注意してください。したがって×えになると。開発許可不要ではないから×と。 いうことになりますでこれは基本的な問題で、まあ、単に、えー、覚えていれば、えー、解けるんですね。しかし、この問題を少し、えー、いじってしまったり違う角度から出題されると間違える方が非常に多いんですね。なので、まず考え方をしっかり押さえておくということがまず一つですね。これは前回の動画から、えー、お伝えをしている内容です。考え方の流れですね。これをちゃんと押さえる。 で、この問題に限ってなんですが、ちょっと引っ掛けポイントがあるんですね。まあ、ただちょっとこれは無料ではちょっと説明できませんので、え個別指導の方でお伝えしていきます。はじめにもお伝えした通り、個別指導の概要はこちらの真ん中の動画ご確認ください。え、こちら動画映っていない方は、この動画の下の概要欄に、個別指導の概要の URL を貼っておきますので、そちらから動画をご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。